ネルソン・ラモン・クルーズ・マルティネスは、ドミニカ共和国モンテクリスティ州モンテクリスティ出身の、プロ野球選手。トを右トウミギ現在は、フリーエージェント。愛称は、ブームスティック、ブームスティック。これは放棄柄で重心の短いショットガンのことである。アマウリ・リーバスは重低である。10代の頃はバスケットボールをプレイしており、野球を始めたのは16歳。 当時は強打の右打者モイゼス・アルーに憧れていた。1998年2月17日にニューヨーク・メッツと契約しドミニカン・サマーリーグで3年間を過ごす。2000年8月30日にホルヘ・ベランディアとのトレードでオークランド・アスレチックスへ移籍した。2001年はルーキー級アリゾナ・リーグ・アスレチックスで23試合に出場し打率。 250.3本類だ、16打点、6盗塁だった。2002年は A-9 バンクーバーカナディアンズで63試合に出場し、打率276.4本類が25打点、12盗塁だった。2003年は A 級ケーンカウンティクーガーズで119試合に出場し、打率238.20本類が85打点。 10投類だった。2004年は A 級モデストナッツと AA 級ミッドランドロックハウンズ、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレー。AA 級ミッドランドでは67試合に出場し、打率313.14本塁が46打点8投類だった。オフの10月15日にアスレチックスとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした。 2004年12月15日に、キース・ジンターとのトレードで、ジャスティン・レアーと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2005年2月10日にブルワーズと1年契約に合意。この年は、AA ハンツビル・スターズとトリプル A q ナッシュビル・サウンズの2クラスで、計128試合に出場して打率。289.27本塁が、81打点、オプス。 923.19盗塁を記録9月にメジャー昇格を果たす。メジャー初出場は17日のヒューストンアストロズ戦で8回裏の守備から登場し9回表の初打席ではエセキエルアスタシオに中飛に打ち取られた。7試合目の出場となった28日のシンシナティレッツ戦でアーロン・ハラングからメジャー初安打となる二塁打を放つ。 2006年3月25日にブルワーズと1年契約に合意。同日にトリプル A 級ナッシュビルへ配属され、開幕を迎えた。この年はトリプル A 級ナッシュビルで104試合に出場し、打率302.20本塁が73打点17盗塁だった。2006年7月28日にカルロスリーと共に、 フランシスコ・コルデロラ4選手との交換でテキサス・レンジャーズへ移籍した。ブルワーズは抑え投手のデリック・ターンボーンが不審に陥っていたため、レンジャーズから新たな抑えとしてコルデロを獲得することに成功。一方のレンジャーズはこの時点ですでに28本塁がしているリーを獲得し打線を強化した。ただこのトレードにおいては、クルーズが 交換要因に含まれるかどうかがトレード成立の鍵となっており、レンジャーズ GM のジョン・ダニエルズは交換相手にネルソンが入っていなかったら交渉は強意に達してなかっただろうとクルーズを高く評価していた。移籍したクルーズはメジャーへ昇格し、8月16日のロサンゼルス・エンゼルス戦では自身初の満塁本塁打を放った。さらに9月4日のアスレチックス戦では ランニングホームランも記録している。2007年2月26日に、レンジャーズと1年契約に合意。精鋭抑止としての期待がかかっていた。開幕ロースター入りしたものの6月3日まで43試合で、打率。188.3本塁が、オプス551と低迷し、トリプル A 級オクラホマシキレットホークスへ降格される。オクラホマでは44試合で打率。 352.15本塁が45打点と活躍し7月下旬にメジャーへ最小格すると53試合で打率276.6本塁打を記録したレンジャーズ時代2008年2月15日にレンジャーズと1年契約に合意したが3月25日にリーフとなった4月3日にトリプル A 級オクラホマシティへ降格し 開幕を迎えた。なかなかメジャーに定着することができないため、トリプル A 級では活躍できるのに、メジャーへ上がると力を発揮することができなくなるという意味で典型的な RR 級の選手と揶揄されることもあった。トリプル A 級オクラホマ式で103試合に出場して、打率342.37本塁が99打点、オプス1.12424盗塁の成績を、 おさめパシフィックコーストリーグの MVP を受賞。8月25日にレンジャーズとメジャー契約を結び31試合で7本塁打と年間36本ペースで本塁打を量産しシーズンを終えた。この活躍によって2001年以降右翼手がなかなか固定できなかったレンジャーズにおいてクルーズは翌2009年のレギュラー候補筆頭となった。 2009年のオールスターゲーム前日、本塁打競争に出場2009年2月20日に、レンジャーズと1年契約に合意。シーズン開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。同大会では1次ラウンドのパナマ戦で、マニーコーパスからソロ本塁打を放っている。ドミニカ共和国は、 このパナマ戦には9-0で圧勝したが、オランダに連敗して一時ラウンド敗退となった。シーズンでは4月6日のクリーブランド・インディアンスとの MLB シーズン開幕戦には4番、右翼として先発出場。その後も聖右翼氏として出場を続け、6月終了時点で76試合中72試合に出場、打率、262.19本塁が、 47打点、オプス862.12盗塁を記録し、前年のリーグ打点王、ジョシュ・ハミルトンが故障で、長期欠場した穴を補う活躍を見せた。オールスターゲームには故障した、トリーハンターの代役として初選出され、試合にこそ出場しなかったが、前日に開催された、本塁打競争では、準優勝した。シーズン23では、チーム最多。 リーグ8位の33本塁打を放ち、盗塁数も20に達している。2010年3月4日に、レンジャーズと1年契約に合意。開幕後は左右のハムストリングを痛め3度にわたり、故障者リスト入りし、出場数は108試合にとどまる。それでも2年連続の20本塁打、70打点は達成し、打率やオプスは前年の260。 856から318、950へと上昇させた。また延長戦で5本塁打を放っており、シーズン最多記録に並ぶ勝負強さを見せている。レンジャーズはこの年のアメリカンリーグ西地区で優勝し、11年ぶりにポストシーズン進出。タンパベレーズとの地区シリーズを3勝2敗で、ヤンキースとのリーグ優勝決定戦を4勝2敗で、それぞれ制して、 球団史上初のリーグ優勝とワールドシリーズ進出を決めた。この2シリーズ11試合でクルーズは5本塁打、5二塁打、8打点を挙げ、また地区シリーズの最終第5戦では、同点の場面から3等を観光して、敵室を誘い決勝のホームを踏むなど、打撃だけでなく走塁でもチームの勝利を呼び込んだ。ただサンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズは、 チームは1勝4敗で敗れ世界一はならず、結果的に最終戦となった第5戦では、クルーズは3点ビハインドの7回裏に、ティムリンスカムから、ソロ本塁打を放つも、9回裏2試の場面では、ブライアン・ウィルソンの前に空振り三振を喫し、シリーズ最後の打者となった。2011年1月18日に、レンジャーズと365万ドル出来高15万ドルの1年契約に、 合意。4月1日のボストンレッドソックスとのシーズン開幕戦で本塁打を放つと、これを皮切りに4日のシアトルマリナーズ戦まで4試合連続本塁打。ウィリー・メイズとマーク・マグワイヤに次いで、史上3人目となる開幕戦からの4試合連続本塁打を達成した。クルーズ本人は理由はわからない。正しいアプローチができていて、勝負どころで打つべき球を打っているということなんだろうね。 と話している。しかしその後は、前年同様に足の故障に悩まされ、5月には右大体4頭筋痛で、8月には左ハムストリング痛で、それぞれ故障者リスト入り、チームは地区に連覇を達成したものの、クルーズ自身は9月の月間打率が、190と不振の状態で、ポストシーズンへ突入した。 前年と同じ顔合わせとなったレイズとの地区シリーズを3勝1敗で突破し、迎えたデトロイトタイガースとのリーグ優勝決定戦で、クルーズは一転して、好調となり、ポストシーズン史上最多の1シリーズ6本塁打、13打点を記録。特に第2戦では7回裏に、同点のソロ本塁打を放つと、延長11回には、ポストシーズン史上初となる。 さよなら満塁本塁だ。レンジャーズは4勝2敗でタイガースを下して2年連続リーグ優勝を成し遂げ、クルーズはシリーズ MVP を受賞した。2013年は開幕前の3月に開催された第3回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会でドミニカ共和国は優勝を果たし、 ベストナインにも選出された。シーズンでは4年ぶりにオールスターに選ばれた。しかし、バイオジェネシススキャンダルによって禁止薬物購入が発覚し、8月5日に50試合の出場停止処分を受けた。10月31日に FA となった。2014年2月24日にボルチモアオリオールズと800万ドルの1年契約を結んだ。指名打者や 左翼手として起用され、前半戦はリーグ2位の28本塁打を記録した。7月にはオールスターにファン投票の指名打者部門で選出された。本塁打を最終的に40まで伸ばし、初の打撃タイトルを獲得した。ポストシーズンでも好調を維持し、リーグチャンピオンシップシリーズの第2戦では、ポストシーズン史上初となる5試合連続複数安打を記録した。 オフの10月30日に FA となった。2014年12月4日にシアトルマリナーズと4年、総額5800万ドルの契約を結んだ。2015年は春先から好調を維持し、4月だけで10本塁打を放って打率。322オプス1.096を記録。その後もバットの勢いは衰えず、オールスターまでに87試合に出場し、打率。 308.21本塁打、53打点をマーク。3年連続で、オールスターのメンバーに選出され、4番、指名打者でスタメン出場したが、ヒットは放てなかった。後半戦もホームランを生産し、最終的には、アリーグ2位の44本塁打を放った。2013年から2014年にかけて、2年連続、40本塁打以上、また、打率は、 自身3度目の300以上となる302をマークしたが規定打席をクリアしたシーズンとして300を超えたのは初めてだった。また44本中31本がソロ本塁打だったこともあり打点が伸びず93打点に止まった。2016年は155試合に出場し打率28743本塁打105打点を記録。 ホームランは3年連続40本以上で、リーグ2位、2シーズンぶりの100打点はリーグ8位にランクインした。守備は48試合で、ライトの守りに入り、1失策、守備率、987だった。オフの12月5日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。 シアトルマリナーズ時代2017年開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。シーズンでは7月8日に通算305本塁打を記録した。この年は右翼手の守備についたのはわずか5試合で、他は指名打者として出場。155試合の出場で打率、288、39本塁打、119打点を記録し、 打点王のタイトルを獲得。オフにエドガー・マルティネス賞を受賞。2018年は144試合に出場し、打率256、37本類が97打点だった。オフに FA となる。2018年12月27日にミネソタツインズと1年契約を結んだ。2020年はチームオプションとなる。 2019年9月3日のボストンレッドソックス戦で35号ソロホームランを放ち2014年から6年連続で35本塁打を達成した33歳以上から35本塁打以上を6シーズン達成したのはバリーボンズラファエル・パルメーロ以来3人目で6年連続はパルメーロ以来史上2人目の記録となった 9月22日の対カンザスシティロイヤルズ戦で今季4 5ソロを放ち、史上57人目の通算405本塁打を達成した。また、1シーズン40本塁打達成はツインズ。最終成績は打率。311、41本塁打、108打点。出場した120試合は DH 及び代打で、一度も守備につかなかった。オフに、 シルバースラッガー賞及びエドガー・マルティネス賞を受賞した。2019年10月30日、ツインズがチームオプションを行使したため、1年1200万ドルで残留が決まった。2020年オフの11月1日に FA となった。MLB ドミニカ共和国代表、ありがとうございます。